町田市のニュースをダイジェストでお届けする町テレシティスクープ。今回のラインナップです。新東京百景にも選定された薬師池の水をきれいにするために水質改善工事を始めました。10企業が連携して町田式水耕栽培で町田シルクメロンを作っています。1年を通して四季折々の花を育てているダリア園で秋のダリアが見頃を迎えています。町テレシティスクープ。薬師池の水をきれいにする水質改善工事を始めました。この度池に生息する生物の排出物や池の底にたまった堆積物によって悪化した水質を改善するため薬師池の大規模な工事を行います。今回の工事では池の水をすべて抜いて浄化する貝掘りと呼ばれる作業を実施し、既存の浄化施設の改良や外来生物の駆除、池の底の泥を取り除く浚渫、水の注入などを行います。工事は2016年3月までの予定です。期間中芝生広場や藤棚周辺の利用はできませんが、公園は開園しているので池の水の変化を見ることができます。工事に伴って園内の一部閉鎖や迂回などにより来園者の皆様にご不便をおかけしますが、薬師池の水をきれいにするためにご理解とご協力をお願いします。町田シルクメロンは町田商工会議所が中心となり、市内市外の10企業が協力して開発した町田式水耕栽培という方式で作られているメロンです。町田式水耕栽培は放射状の水流が発生する水槽に農作物を根付かせ、養分を吸収しやすくすることで安定して効率よく農作物を栽培する新しい技術です。町田シルク農園ではこの栽培槽をメロン栽培に応用して、糖度の高い高品質なメロンを年間を通じて五毛作で栽培することに成功しました。2015年8月から収穫を始め、地域ブランド特産品町田シルクメロンの販売がスタートしました。販売の際には地元の学生がデザインした専用の箱に詰めてお届けします。さまざまな分野の人が携わって作られた町田シルクメロンをぜひお試しください。1年を通して四季折々の花を育てているダリア園で秋のダリアが見頃を迎えています。こちらのダリア園は関東以西では最大級のダリア園になっています。ダリアと言いますと花の色、大きさ、形、さまざまなものがあります。こちらではたくさんのいろいろな品種を楽しんでいただけます。今年は開園30周年を記念してダリア園で生まれた新種のダリアの名前を募集しました。ポンポン咲きの赤い花には町田サンシャイン、ピンクの大きな花には大東カリン、中くらいの白い花には町田美人という名前がつきました。これらのダリアはダリア園で見ることができます。こちらのダリア園は初夏秋2回の花が楽しめます。今は秋になりまして、たくさんの花が咲いております。今後は、いろいろな球根植物等を使いまして、いつでも楽しめるようなダリア園にしてまいります。町テレシティスクープ、詳しくは町田市ホームページをご覧ください。